こんにちは、デリッシュキッチンです。クリスピーマルゲリータを作ります。ミニトマト4個は縦4等分に切ります。ボウルに薄力粉 100g、 塩少々、無糖ヨーグルト 60g、 オリーブオイル小さじ2を入れ混ぜ合わせます。生地をまとめ2等分にしましょう。卵焼き器に生地を乗せ大きさに合わせて伸ばします。もう1枚も同様にしましょう。中火で焼き色がつくまで焼きます。焼けてきたら生地が少し膨らみます。裏に返して火を止め、ピザソース大さじ2を塗り、ミニトマトを乗せ、モッツァレラチーズ 60g をちぎりながら乗せます。アルミホイルで蓋をし、チーズが溶けるまで弱火で焼きましょう。バジルを乗せ、食べやすい大きさに切ってお召し上がりください。